国会では、政治資金規正法の改正案についての審議が続いています。今の国会の会期末が23日に迫る中、与野党の攻防は今週、大きな山場を迎えます。 政治資金規正法の改正案を審議する。参議院の特別委員会では、明日、岸田総理大臣への質疑を行う方針で、自民党は明後日の参議、院本会議で改正案を成立させたい考えです。一方、明後日の午後には3年ぶりとなる。党首討論が開かれる予定で、立憲民主党は？ 討論の内容などを踏まえ、内閣不信任決議案の提出を最終判断すす。る見通しですまた、日本維新の会も旧文書通信交通滞在費調査研究広報滞在費の見直しをめぐり自民党と対立していて今週は会期末をにらんだ与野党の攻防が激しくなると予想されます。